こんにちは、本気塾代表石原です。今日はですね、高知県ということで、いろいろやっていくんですけど、ポイントすれば、暖かいと、暖かいし、雨も多いと。だから農業とかは盛んにできると。だけど、工業がさっぱりというふうな話で、結果的に人口も少なくて大変だよというふうな話をやっていければと思います。いきます。じゃあまず、地形のイメージをしましょう。はい、出ました。でこれ地形見た時に、高知県あるんですけど、色が何色かなってことで、茶色いですよね。はい、で結構茶色いなというふうに思ってくれた人、大正解です。と言いますか、実は高知県の全体の中の山の率っていうのは、日本でも1番とか2番を争う率です。つまり日本でもかなり山が多いと。別に富士山とかそういうのがあるわけじゃないですし、よく愛媛県の時のでやると思うんですけど、一途山といって四国で一番強い山は実は愛媛にあるんで、高知にものすごい高い山があるわけじゃないんだけど、全体的に山がとても多いと。だから林業なんかはできるけど、どうなんだろうねという話をやっていきたいと思います。じゃあ具体的な地名をやっていきましょう。はい、地名が出ました。ということで、昔の名前、土佐、例えば、地理と土佐湾とかっていうのが出ますよね。はい、これは知ってると思うんですね。で、県庁育ちは高知ということで、県と同じ名前は基本覚えなくていいんだよね、受験の時はね。県名と都道府県の名前、県庁育ちの名前が違うのだけ覚えればいいんで、これは名前です。で、面積が特にね、特徴がないから覚えれないんですが、大事なこと、あと県境2個っていうのも大した話じゃないんですが、人口について45位という数字を覚えなくていいけれども、とある覚え方をしてほしい。そうじゃないと受験で通用しない。ということで、人口ランキングを行きましょう。人口ランキングで、悪い人、ちょっとかわい、寂しいなということで、悪い、ことになっちゃってる5個の県取り上げましたが、受験で出るのはですね、実は下4個なんです。はい。で、徳島、高知、島根にとって一番下なのは鳥取なんですが、どうやって出るかというと、見てわかりますね。近いんですね。徳島、高知と、鳥取、島根というお隣同士なんです。はい。具体的には、中国地方と四国地方って結構ワンセットで勉強させられるんですが、そのうちの瀬戸内側は基本栄えてますよと。しかし、中国地方の山陰側、つまり島根と鳥取、そして四国の南側、すなわち高知と徳島、ここはちょっと寂しい状況ですよ。っていう風に習うんですね。つまり、工業とかもこっちはあるけど、瀬戸内はあるけど、外側はないと。その外側が人口ももろに少ないということになります。で、この徳島と高知の順番は覚えなくていいけれども、セットで山陰側が一番ピンチだと。その次が南四国側、山陰2個と南四国というのはしといてほしいし、ある程度の学校を受けるんだったら、やっぱりね、島根と鳥取どっち少ないかで、鳥取がメリットはしといてほしい。ただし徳島高知の順番はいらないと思う。いずれにしろやりたいことは、今回高知は山陰セットよりはマシだけれども、人口的にかなりピンチ、いわゆる過疎の状態になるということを知っておく必要があります。はい、じゃあ次は、今度地形の名前に行きましょう。はい、地形でもいろいろあるんですが、まず、高知雨が多いというふうに覚えますけど、はい、丸暗防止ということで、考えない丸暗記はダメです。地理の勉強の仕方というところにも、動画にも言っておきましたけどね、皆さんは数学だと、考えなきゃいけない、覚えちゃいけないと。逆に社会は全部覚えると思ってますが、そのことなくて、社会も考えるべきところは考える、数学も覚えるべきところを覚えるってやらないとできるようになります。数学と算数ね。はい、さあ、じゃあ高知雨が多いつつ、全県多いがもっとありません。高知に、山があります。四国山地ですね。四国山地があった場合、四国山地の南側は何だっけ、何の季節風だっけ、夏に南東の季節風がやってくる。これ日本の基本の木ですよね。季節風がやってきて、水たっぷりの風が山にぶつかる。そして山にぶつかって雨降らすから、こっちはめちゃくちゃ多いです。だけどもちろん四国山地の北側は山にぶつかった雨が落ちちゃうから、ここの季節風さんが水なしになって山を越えますから、こっちは雨なんかそんな降りませんよ、ね、ですから、なんかの比較で、ウォンズとかのこっちの上のウォンズが万が一いた時間違えちゃいますから、とにかく雨が多いというのは四国山地にぶつかる南側だということを、ちゃんと頭使って考えてください。いいね、地理だから覚える、歴史だから覚えるじゃありません。考えるところは考えてください。はい、
で、結構山田らさっきも言った抹茶色ですということで、と言いますかということで、結構どころか日本でもめっちゃ山がちの県です。ということをしておいてください。はい。次、川2個やっていきたいと思います。ちょっと川は図がないといけないと思うんで、白地図いきましょうか。はい。川はですね、細かいね、この線なんだってなんか失敗ありますけど、これはなんとか市とかなんとか町のあの境目で、こんなのは一時大丈夫です。大雑把に言ってください。川はど真ん中を通るのと、結構左側を通る、この2つだけ覚えてください。ど真ん中に、まあ、県庁さんの高知市がいますから、こっちが仁淀川。やめてよ、大淀川と言ったら、それは宮崎だからね。淀川もやめてよ、それは大阪だからね。気をつけてくださいね。それに対して左側が四万十川です。はい。で、聞いたことあるよって、四万十川めっちゃ綺麗なんでしょっていうふうに言うかもしれませんが、自分高知は旅行行ったことないんですけど、実は旅行行った人に言わせると、仁淀川もめっちゃ綺麗らしいです。しかし、四万十川は日本で一番の清流と言われて、仁淀川は清流。清流とかね、清い流れね。清流って言ってもらえない。なんで？これよくね、なんか知識のあれとかで出ますけど、理由はですね、四万十川の川の上にはダムがないんですね。とか、仁淀川の上のにはダムがあるんですね。そうすると、仁淀川の方は、人間が手を加えちゃってたじゃないか。いじっちゃったじゃないか。ね。自然そのまんまじゃねえじゃないか。ということで、仁淀川くんは清流と呼んでもらえない。そして四万十川くんはダムがないから、人が手を加えてないから最後の自然の清流だと言ってもらえるということで、同じような綺麗なのに お名前が違うという、まあ面白い現象なんで、まあこの川二つね、知っておいてください。で、県庁所在地を通る、すなわち仁淀川は高知市を通りますから、実は高知平野という平野を作っているのも仁淀川です。ですから仁淀川の方が、まあある意味、いろんなリンクして問題して出やすいんですが、四万十川は清流という言葉と一緒に覚えておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ、ついでにちょっと、図を出したんで地形やっちゃいますね。ここにいる海誰だということで、ビン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 ってこう言いますから、この辺で間違えるとやばいよね。湾ですよね。これが土佐湾でございます。このでかいのも土佐湾です。はい。で、やってしまうかもしれないのが、この岬2個。足摺岬と室戸岬って言葉は聞いたことあるんですけど、どっちがどっちか覚えれない。ね。はい、これはただ単にね、考えるようになったら覚え方の話になっちゃいますが、足という字に着目してください。片方は足です。はい。人間にとって足ってどこにあるの？頭の上に入ったらやばいよね、それはね。なんか異常ですよね。足摺岬は足ですから、こっちが足摺岬でございます。はい。それに対して逆が残ってしまったのが室戸岬ということになりますね。足元は足ということです。はい。で、足摺岬と室戸岬、もちろん名前の区別はできなくちゃいけませんが、じゃあ区別したときに何か特徴の違いが上がるのと言われると、両方とも同じ話で地理の受験上出ます。はい。両方とも何かが多い。なんだろう。人が多いかな。いや、さっき高知人が少ないって言いましたよね。何が多いんでしょうかというと、夏の台風がめちゃくちゃ多い。まあ簡単に言うと、人が亡くなるようなごっついのがいっぱい来る。ね、まあ自分は東京生まれ東京育ちですけど、まあ見てる人いろいろいると思うんですけど、東京にいるとあんまり台風で死んじゃうって感覚ないと思うんですけど、もちろん向こうはめちゃめちゃなくなります。ものすごい台風がよく来るのがこの2つということになります。はい。じゃあちなみに一年中台風があるかというと、そんなことはなくて、もちろん穏やかな日は穏やかなんで、後で漁業の方でやるのを先やっちゃいましょう。土佐清水という有名な漁港を1個埋めておきます。よいしょ。で、土佐清水、今後覚え方は、どっちかの岬にあったなって覚えてください。はい。ちょっと 50% しか正解しないんですけど、実際は足摺岬のところに、土佐清水という漁港があります。カツオが取れます。ね、後でこれは復習しないですよ。土佐清水は足摺岬の左の付け根にあったということを覚えてください。はい。で、お前もう一個あげただろうということで、早い秋裏、なんて言うんでしょうかというと、サメ裏ダムというふうに言いまして、何に入れるかと言いますとね、川の水を蓄えてるんですね。まあ、これも大雑把です。これをサメ裏ダムの場所としましょう。大事なことは、サメ裏ダムというのはですね、その川は、仁淀川でもないし、四万十川でもなく、高知の川のためのダムではないんです。徳島の有名な吉野川って知ってますね。吉野川のためのダムなんで、このダムの水は徳島の方に入っていきますということで、高知の川じゃなくて徳島の川のために、高知にダムだけある。それをサメ裏ダムと言うんだということを確認してください。まあ塾でやってるとは思います。はい。じゃあもう一回地形の方戻りましょう。あ、
これはやりましたね。仁淀川高知平野を作るど真ん中の綺麗なのに清流と呼んでもらえない。じゃあ次行きましょう。はい、高知平野ということで、先ほどやったように、ど真ん中にある仁淀川のところにある平野が高知平野でした。この高知平野は何やってるんでしょうかって、これをちゃんと次のページで参るんですが、今は有名なのはお野菜ですよね。促成栽培というやつでした。はい、で促成栽培って何ためにやるんでしょうかということで、ちょっとですね、高知の話じゃないんですが、同じようなことをしている宮崎、同じように促成栽培している宮崎の、図を使ってやりたいと思いますので、ちょっと市場の値段を見てみましょう。これはですね、ちょっとね、茨城県、じゃあごめんなさい、宮崎県のお話を書いてあって、しかもピーマンの話なんで、高知の場合よくナスで出るんですが、ちょっと図が見つからなかったんでね、全くこのイメージ同じなんで、やっていきましょう。はい。実は、これ東京の市場で、どこの県のお野菜が多いかという話でした。ね、ちょっと茨城のピーマンを、茨城じゃない、宮崎のピーマンを借りちゃいましたが、夏場を見ますとですね、多いのは、茨城のピーマンが青で多いんです。OK?あるいは、ま、黄色はその他とかいろんな県のごったに多いんです。それに対して、宮崎県の赤、促成栽培している宮崎県の赤は少ないんです。どういうこと?夏には、ピーマンは宮崎はあんまり出さない。で、ところでピーマンっていうのはいつの野菜かというと、夏の野菜なんです。夏一番ピーマンがありそうの時に宮崎は出してこないんです。じゃあいつ出してくるのって言って、宮崎は赤色なんです。そうすると、宮崎は11月、12月、1、2、3、要するに冬とか春に出してくるんです。これどういうことかというと、夏に自分らが出しても、ね、例えば東京だったら、東京の近くである茨城から来たお野菜の方が安いだろうと、コストもかかってないから。そうすると自分らが勝負しても売れねえだろ、高くなっちゃうと。だったらば、茨城が出せないとき、俺らしか出せないときに出そうということで、冬とか春に作る。なんでかというと、普通は冬とか春は寒いからピーマンは嫌がって出てこない、育たない。だけど、俺らのところだったら暖かいから出せるんだ。これが促成栽培なんですね。本来なら夏で出す野菜をもうちょっと寒い時期に作っちまうというのが促成栽培です。これは宮崎のピーマンを借りてますが、高知のナスも一緒なんですね。じゃあ話戻りましょう。はい。で、ここでですね、入試問題、最近ね、ついさんに出てたみたいなんですが、こういう選択肢が出てきます。今話、高知に戻りますが、高知県は温暖なのでね、促成栽培するときに、ビニールハウス代がなく、ビニールハウス代がかからない。とか、ビニールハウスで暖房をかけるお金がかからないから強いんだ。っていう足が出て、2個ぐらいかこいつだな。この足が罰なんだよね。なんでって、お前今あったかいって言ったじゃねえか。ね。あったかいってことはビニールハウスかけてあげなくてもいいじゃないか。あるいはビニールハウスかけてあげるとしても、その中で暖房を効かせなくていいじゃないかと。普通の気温でいいじゃないかと思うかもしれませんが、さすがにですね、アフリカとかじゃないんだから、高知や宮崎も、暖房をかけないことはないです。これ、ちゃんと入試に出てます。2個でぐらい出てます。ね。ビニールハウスもお野菜にかけてあげなきゃいけないし、その中で暖房効かせるけど、だいぶ暖房代が安くていい。だいぶ暖房薄くていい。少しだけかければいい。だから、冬場でも作れるんだよというのがポイントで、決して暖房代がゼロとかビニールハウスをかけずに風にさらすというとか、そういうわけじゃないんです。それを入試で間違えちゃうんで、ちょっと気をつけてください。はい。で、高知平野は促成栽培ということで、夏野菜多いということで、すごいですが、夏野菜っていうのは本来は夏作るんだけど、この人たちは促成栽培だから、夏野菜を春とか、冬に作っちまう。というのが、高知平野の野菜の特徴になります。ちょっと具体的に、ナス、ピーマン、キュウリ、トマト、これどこの軸の歴史に載ってるんですが、実はですね、高知言うほどランキングに上がってこない野菜もありますんで、ちょっと見ていきましょう。ナス、ピーマン、キュウリ、トマト、どの順番でもいいと思います。ナスは出ます。というか、高知といえばナスです。はい。高知、熊本、群馬あたりまして、まあ、語呂合わせとか昔よくありましてね、高知に熊が群がるって大体覚えさせられるんですね。高知県に熊がたくさんここでうじゃうじゃっている感じで覚えさせるんですが、最悪熊本と群馬落としても別に落ちません、試験場は。高知はもう、とにかくナスだけは高知を覚えてください。ということで、これはさすがに高知王様なんですが、その後見ると、ピーマンといえば、茨城なんですね。茨城の、まあ、神栖って場所すごいんですけど、ゆるキャラになってますけど、まあ、あとはその促成栽培の宮崎、必ず覚えさせられるんですが、実は高知県ピーマン言っても、3番に入るわけじゃないです。ね、ですから、まあ、高知、ピーマン、どっかにあったらぐらい覚えてほしいですけど、順番に入る、順番を覚える、4番とか覚える必要はありませんし、まあ、高知といえば、まあ、
ピーマン丸けどナスというのを覚えておきましょう。次です。はい、ましてやトマトになりますとですね、よくどの塾でも載ってるけど別にランキング出てこないんだよね。で別に高知のトマトのブランドがすごい有名とかそういうことないんだよね。でトマト絶対覚えさせるのは熊本県で、熊本のほっぺがなんで赤いんだ、熊本の耳をこんな中で聞きましたんです。熊本のほっぺ、ここはなんで赤いかというと、熊本はトマトとかスイカをたくさん作るから赤いんだっていうふうに覚えさせられますけど、とにかく熊本県のトマトはすごく覚えさせられますが、高知は実は出てこない。だからあんまりこれも気にする必要ない。はい、キュウリもよく、高知高知と言いますが、これも実は出てこないですね。キュウリ、よくはキュウリの実は、実をぐんぐん栽培と、おらせで実をぐんぐん栽培と覚えますが、高知は出てこないということで、結局、なんだかんで言っても、じゃさっきの元の情報図の方に戻りましょうか。なんだかんだ言っても、ナスをとにかく覚えて、ピーマンもまあまあ強いぞ。これ、ここまで覚えればですね、受験上は大丈夫ですね。あえてね、キュウリとかトマト入れてるのに、絶対こう作んねえとか、そういう変な否定さ入んなければ、ナスとピーマン言っとけばいいと思います。よろしいでしょうか。土佐湾は月へ、さっき海やりました。室戸岬と足摺岬、どっちがどっちというのもありましたね。足元にある、低い方にあるのが足摺岬です。でも、台風は両方ともすごいよと話しました。でサメウラダムというのは、ね、吉野川という徳島の川だけど、ダムは高知にあるというのが覚え間違えちゃいかんかと。もっと言うとですね、香川県のやってれば分かると思うんですが、もっと言うと、ダムは高知、川は徳島、そして、ここから香川県に用水、香川用水という水を貸してますから、吉野川は生まれは高知、主に育ってんのは徳島。だけど最後出口は香川みたいな感じで、実は3つの県に関してあるというふうに、まあ、出ますけど、今日高知の段階ではダムは高知、川本体は徳島を覚えましょう。じゃ次です。はい、じゃあ農業一般にということで、米、一応高知エリアがありますから、まあ結構、まあ、一応やってるらしいです。ただ全国的にランキング高くないですし、別にお米県として覚える必要ないんですが、昔から覚えさせられるのがこれです。古いテキストだと、ね、今でもやってるように言われてますが、今はほぼやってないと言われてますが、二期作、すなわち、米を年に2回取るのが二期作でしたね。二毛作っていうのは、米を取って冬とかに麦やるのが二毛作でしたね。昔は二期作を高知やってたよってことで、古いテキスト載ってますが、今はほぼやってないっていうのが正しい書き方です。まあ、大手の塾はそうしてると思うんですけど、なぜかというと、もともとお米余りということで、日本人は米を食う量が減ってしまった。しかも、2期作、1年2回作ると、どうしても田んぼの栄養が悪くなって、米の味が美味しくない。要するに、そうじゃなくてもお米食う量が減ってんのに、美味しくねえもん出したら売れねえだろうということで、基本的に2期作をやめて、今は1回しか作らないのが普通です。はい。ただし、中学受験も高校受験もね、じゃあ世の中には2期作ってほぼねえのかということで出るのが、アジアのすんげえ暑いジメジメしてる国だと。お米がすっごい大好きね。お米というのは暑くて雨が多いのが好きですから、そういうところだと1年に3回作る。3期作なんていうのもあったりしまして、年中高温多湿な、アジアでは3回作るんだよというので、豆知識で出ることがあります。しかし日本の場合はマックス最大2期作だけど、2期作すら、2期作の代表選手のコーチヘアですら、もう今やめてきたっていう感じで覚えればいいと思います。いきましょう。はい、農業ということで、先ほど言いましたように高知エアのことを例えますとね、今言ったように稲作作ってましたが少しずつ減ってきてしまったということで、夏野菜を冬とか春に出すのが促成栽培でしたね。でビニールハウスを使うね、いくら高知あったかいといっても冬はやっぱり寒いですから、お野菜の周りにはビニールハウスをかけてあげる。そして暖房を使うんですが、温暖なんで暖房などは、少しで済むから少し安くする、決してゼロじゃないと。はい。で、ただ最大の問題は、せっかく作ったといっても、消費、どこでお金が、生まれるかというと、大阪や東京が当然人が多いと思うんですが、東京や大阪に送るには非常に遠い。その間にナスって傷まねえかって話で、まあ出てくるのが皆さん知っていますよね。コールドチェーンというのをやったと思います。いい加減に覚えてるのやめた方がいいと思いますね。コールドっていうのは冷たいことですね。チェーンというのは腐りということです。つまり冷たいものが繋がって運ぶことができる。どういうことかと言いますと、要は、高知県の畑で収穫したら早速、ね、冷たい、例えば冷蔵庫なら冷蔵庫に保存をしておくと。そして、トラックで運ぶんですが、トラックもただのトラックじゃないんですね。やりましたね。やってると思うんですが、
道路事故でも保冷トラック、保冷、よく保冷剤、保冷剤というのがいますけど、要するに経費とか買った時に、あったかくならないようにするための保冷剤と言いますが、トラック全体が保冷が効いている、冷たい状態だと、ここに入れると。そうすると、このトラックが例えば10時間運んだとしても、お野菜が傷むことがない。この、すぐに、冷蔵して、保冷トラックで運んで、それでまた向こうの東京とか大阪の市場に下ろした時も、そこでもすぐに冷蔵庫に入れるというふうに、コールドを続けていくこと。このコールドチェーンによって、お野菜といえども、遠いところに行けるようになった。だからこそ、ね、ちょっと大阪や東京から離れた場所でも、野菜を有利に、やっていくことができる。ね。まあ、畜産業の時の、ね、昔はね、北海道とかは牛乳しか作んなかったけど、今、あ、ごめんなさい、北海道とか牛乳は出荷できなかったけど、今は、牛乳の状態でも出せるんですよ、みたいなのまたやりますけど、とにかくこのね、コールドチェーンって言葉を押さえてください。はい。畜産業ね。まあ一応ね、鳥とかって本によって書いてますけど、まあ最悪覚えなくてもいいです。まああんまりないです。そんなないです。ランキング出ることはないということでいきましょう。そして林業ね。特にね、日本三大美林ってありますよね。天然三大美林とか人工三大美林。覚え方ね、また別の動画で言いますけど、天然三大美林は日本の北の方3つなんですよ。人工三大美林は南の方3つと呼べる。絶対間違いないんですけども、それは覚え方またやりますけど、ここそういうね、なんとか美林にはなるもんないですけど、やっぱり木が多いですから、とにかく林業はできるよってことを覚えてください。はい。で、水産業。はい。カツオをね、取ります。それが土佐清水とね、土佐清水はもちろん陸地ですから、土佐清水という漁港から出発して、カツオを取りに行きます。先ほど足摺岬のところにありましたね。でカツオってどういうところにいますかということで、まあ、海で磯遊びしたこと分かると思うんですけど、海でこうやって岩の上に立ってた時にさ、カツオなんかいるわけないじゃん、そんなもん。いるのってこういうちっちゃな小魚しかいないじゃん。あるいはちっちゃなカニとかさ、なんか食えなそうなウニとかそういうの磯遊びするとあるじゃないですか。要は、でかい魚ですからカツオっていうのは、遠いところにしかいないんです、海の沖の方にしか。ですから何漁業かというと、沿岸漁業でもないし、沖合でもないし、遠洋漁業ということになります。遠洋漁業で、カツオを、釣る。これ一本釣りということで、まあ、今はね、網とかでバーってすくうのも多いと思うんですけど、一応ね、一本釣りってまあ残ってまして、見ての通り、カツオを本当に手で一本一本すくう。そうすると、網で取っちゃうと、お魚傷ついちゃうから、お魚の価値が悪くなるんですけど、これで一本一本拾ってあげると傷つかないですから、いいね、高いカツオが取れるということになります。でまあ、あとは、ゆるキャラとかで見ると思うんですけど、ね、高知のキャラとかで、カツオがわら、ね、草みたいに巻かれて、いるのはあると思うんですけど、あれ何度もやってるか、カツオのたたきと言いますけど、知ってるよね、カツオとかさ、お刺身なんかって、白いちっちゃいグニュグニュした虫が動いてて、それ食うと本当にお腹悪くなっちゃいますから、虫を殺すために、カツオをわらで巻いて、わらに火をつけて、火を通す。そうすると虫が死ぬから食べやすい。これがカツオのたたきというやつですね。まあ、ゆるキャラとかで見ることは結構あると思います。まあ、これ漁業といえば、ね、遠洋漁業ですね。だいぶ、また別の動画でもやりますけど、遠洋漁業でだいぶ下がってきてますけど、一応はカツオまで遠洋漁業でやっているよということを覚えてください。はい。で、次、普通の県でやったら何やってるというと、工業が始まるんですが、見てください。工業飛んだって伝統工業なんですよ。はい。高知県は工業が盛んじゃない。さっきみたいな四国で言うと、瀬戸内側の香川と愛媛は工業が盛んだけど、徳島と高知は盛んじゃない。徳島は一個だけ工業都市覚えてもらいますけど、高知に関しては工業都市としては覚えるものない。そのぐらい工業がちょっと、かわいそうなことになってるということになります。はい。で、唯一工業というほどでかくないんですが、伝統工芸といって細々とやってるのが、猪町という、高知市の、あ、じゃあ後で一瞬白地図見ようかな。高知市の真横ぐらいのところで和紙を作ってます。ね、和紙っていうのは皆さん知ってますかね。楮三つ股っていう、まあ、そんな大きくない木だと思ってください。大きくない木から、まあ、その、まあ、木を持ってきまして、で、手とかで丁寧に作るのが和紙というやつですね。それに対して製紙パルプっていうのをしてると思うに、大きな木の、なんか、断片みたいなね、チップっていうのを、なんか薬品かなんか溶かしてぐじぐじやるのが製紙パルプなんですが、和紙というのはとにかく、なんか可愛いぐらいの、植物を持ってきて手でゴシ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 やって紙を作る。それ丁寧にやるのが伝統工芸なんですが、これが一応やってるということです。ちょっと猪町の場所だけでは白地図で確認しておきましょうか。はい。まあ、猪町、まあこの辺です。
まあ、最悪落ちて間違えたら別に落ちることはないです。高知市のすぐそばで井の町というふうに、市で、市というほどの人口はないということで、井の町と、ねいうのがありますんで、まあ、ひらがなんですね、なんか表記もね。まあ、一応知っておいてください。はい。あとは、まあね、産業とかじゃないですけど、観光で有名なのが、まあ、よさこい祭りということで、かなりね、例えば四国でいうとね、徳島だと阿波踊り、高知ですとよさこい祭りって有名だと思います。よさこいの よっていうのは夜って意味で、恋は来るって意味ですから、まあ、夜来いよみたいな、そういうね、なんかそういう意味らしいんですけど、まあね、この意味というよりも、ものすごい大きな祭りなんで、聞いたことあると思うんだけど、聞いたことなければ、念のため、覚えておいてください。はい。じゃあ、あと資料見ていきましょうか。資料、ウォンズだけですね。他にも紹介し終わりました。はい。ウォンズを見たときに、今平均気温で言いますと、これか。赤は、最高気温、青は最低気温ということで平均気温を見ました。はい。高知県の南側ですから、瀬戸内の気候ではなくて、太平洋側の気候と言われる、いわゆる雨が多いことで覚えさせられるんです。まあ、平均よりは大体2500くらいかなと思いまして、まあ、受験やる上ではね、東京が1500とかいかないかなぐらいのイメージ。で、知ってる通り、三重県の杉矢部とかでね、尾鷲市とか、大台ヶ原山って、まあ、同じような場所なんですけど、尾鷲、大台ヶ原、そっちは4000とか以上。それですとやっぱ2500っていうのは多いぞ。4000までいかないけど、東京が1300とか1400とかいってるんだから、相当多いぞっていうイメージです。要するに台風とか梅雨の影響相当来るぞというイメージです。はい。あとは気温についてはもちろんね、一番低くても、まあ、5度、6度、7度ぐらいあるということで、ここが0を下回るのは、知ってるね、北海道、あるいは、たまに中国高地っていうね、ここは、それ以外は0を下回ることはないと。ね、逆に沖縄とかの区別で言うと、沖縄っていうのは、ね、いつもこの20度を超えるとか、20度手前とか、そのぐらいすごい高いというのが沖縄の特徴で、高知はもちろん冬はそれなりに寒い。しかし、北海道は中国高地ほど寒い。あとは、降水量が多い。この辺の見分け方で出るかと思います。たまに意地悪で最近はさ、入試問題でさ、降水量書いてねえでさ、1月2月表になっててさ、足し算させるのあるから、それは頑張ってね。それはもう算数は数学の話だから、あるよね。ここに書いてないってさ、いや、過去問とかでやると思うんですけど、1月300、2月200とかで全部足すの。だからそれ足し算間違えると、全然違えるようになっちゃうから、それは計算頑張ってください。はい。っていう感じで、とにかく高知はね、気候はいいんでね、お野菜取れるけど、とにかく工業がなくて、なかなか過疎で気の毒な感じだなというのが特徴になります。そんな感じで、高知県終わりです。以上です。